ろしくお願いします。ドラゴン DK です。では、ね、今回もゆうちゃんのアームやっていきましょう。では、デレゴ3人1日待って何かなかったら滅ぼすとかなんか言ってなかったで、俺は今ふと思い出したよ、そのことをね。どう出てくるんかい。まあね、出てくるのは知らないけど、ちょっと落ち着いてくれたみたいですね。さやかみや、今ゴールよろしくよいしょ。あ、これ大丈夫みたい。あ、よかった。なら入っていけるね。よかったよかった、うん、何もなくいけてよかったわ。え、あれ違う、え、あれどういうこと。来た、来たで。お、封鎖は解けたみたいだな。ん、お主たちか。サヤカ様から事情は聞いている。本来はタシティの者を通すには厳重な見分が必要だが、今回は特別に免除してやろう。さっさと通れ。偉そうに。何か申したか。いいえ、何も言っていませんよ。ほら、アツマ、いちいち面倒起こさないと。行くわよ。へい。めんどくさそう。ダメだ、アツマ。絶対何かこと起こしてもらうね、アツマ。このままやったら。お、市街地、おお、広い。いやー、今日も藤山様は雄大だな。岩尾の魔性さんもご機嫌がいいみたいだな。藤山さんって、あのでっかい馬のこと。ああ、そうさ、立派だろ。京都シティは世界知られも藤山様の恩恵を受けて、そこを中心に発達したシティだからな。将軍様の住めるシティの他に、山の東側に侍の一族の首都を配置して代々デモの管理をしているくらいだ。夫もその所属ってのは今ではすげえさびれちまってるらしいけどな。で、こっち岩の魔性さんなんですね。まあ、昔話にあるんで、岩の魔性さんってのがさ、岩の魔性さんってのが福山様の中から一番でいて、機嫌が良ければあれ、機嫌が悪いとあれって、もともとは魔王でしたり悪さばかりしていたんだけど、偉大な魔老師様がに言わせられて、今から出られなくなっちまったんだよ。それって、いや、とんでもない。あいつ、あれじゃね、なんか修行僧の、修行僧でもね、助言者やったっけ、なんか忘れたけどちょっと忘れたけど、そういった感じの人のことなんじゃないの、きっとね。VP 回復するところめっちゃあるんだけど、何ここ。京都ってのは VP 大量に消費するとこなんかな。おお、異変があるね、やっぱ。へえ、これが京都シティか。なんだかとっても華やかな感じね。ちょっと、ケバくない。ケバくないって、え、そう、カリンの化粧並みにね。何よ。私は究極のナチュラルメイクじゃない。え、ナチュラルメイクなの。うん、そうなの。ま、湯上がり卵肌と呼ばれた私のピチピチお肌には多く及ばないけどね。ダメダメ。はいはい、お肌の話なんてどうでもいいから京都城に行こうぜ。さやかさんが城門の前で待っているはずだろ。ああ、そうだったわね。で、城門ってどこ。このまままっすぐ階段を登っていけばですか。なんか詳しいね、ライカさん。まあまあま
まあ、来たことは思うな。住めた際にさ、あんたら京都市に何してきたか知らんが、悪いことは言わんと早いとこ出てった方が見事ねじゃ。白での騒ぎのこともあって、忍者たちも木の木を張っているらしいからの。白での騒ぎ、それってまさか、なんじゃ知らんのかいな。なんでも京都城の将軍様のもとにゴーレム使いが青年とゴーレムが現れたらしくてな。その辺でもとし詳しくな、じいさん。なんじゃな、何があったか詳しくは知らんが、将軍様は一脚ゴリフグルかこのゴリフグルにしたらしく、人類芸術に先を見えたらしいなんじゃ。悪いことは今夜会ごとに巻き込まれる前に知ってから出て行った方がよい。ダメだ。まあまあまあ、ようこそって一時三回。悪気のうちは神様とお断りなんだよ。今大部屋しか開けなくてさ、お部屋だと一人さんと一緒に嫌がるお客が多いからね。わかっておくれ。いや、あんた、そう、泊まる気はないっすよ。いやいや、いやいやいてめえ、ロンドン市の人間だな。え、違うけど、俺は横浜市シティ出身だぜ。横浜シティ？どこだそりゃ。そんなことは知らねえぜ。大事ってめえじゃねえや、いつもそのでかいやつだよ。どうだてめえな、てめえ役場共通の資金を。まあ、投げたもんなら、お前らがまだ戦争でやってることを忘れたとは言わせねえぞ。とっとと出てきやがれ、この者ならない。言えてないよ、もう。母ちゃん、変な人たちが悲しかけてきたよ。社長さん、あんたたち気安く話しかけないでくれ。意地に話しかけるようなことは何もないよ。俺らかな、話しかけてこっちは。え、どこ行きゃいいや。あのまままっすぐ行きゃいいか、行きゃいいか。ちょっと感じもんだけど、いろいろ行きたいよ。この店の看板の人にそれは怖いことね。毎日ここで飯食うのが楽しみだったんだが、ついに金渡しに金渡しになっちまってね。これじゃこれでいいのね。そうなんや、かわいそうに。馴染みのジョローがもう金渡されたっていうのに、おいら何もできねえ。みゆきのめどが立ったっていうのによ。ああ、そう。こっちは何もないんか。何もないっぽいな。じゃあ、上の方行きますか。こっちの上の方ね。あっちの上の方じゃないよ。こっちやね。おー、こういった感じになってんや。え、あれ、どっから行けね、どうなってんの。なるほどね。最近しかござる侍、え、ござる侍、え、何それ最近シティで門渡しが本末頻発している我らの師団のを法師的委員会に勤めているが、十分注意するようにでござる。そうするでござるよ。おー、で、これはどうしたにからで、まあ、ここにあそこに行ったらいいんやけど、ちょっとな、話しかけていきたいというかさ、やっぱさ、そういう感じやねん。ここはお前のよい椅子がついていい場所ではない。どっされー。これでしかも話しかけていきたい。来ましたかい、小さいな。来ましたかも、ばあさん。詳しく聞いてくれた。おお、驚かさんで、これ。わあ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 、私は走るわ。どうだったの。じゃあ、しょうがない。どうかな、俺ね、何やらでしょう。していったらしいとか知らん。腰が小さいな。ちょっと笑けてくれんやけど、なんか。次はあんま近づけねえのが見えるためだぜ。もっとは将軍様、将軍家ゆかりの寺だったんだが、牛山村の里くれしゃべれちまってよ。人目にもつかねえし、人が出るかが悔しい。用心するにはこうしてくれねえよね。まああとはこれじゃないか。ばあさんいたわ、ばあさん。この日の旦那、それ腕のいい才の商人なんだけどね。神さんがこの証に
か靴下にも言っておいたよ。え、どっから、あ、一瞬どっから、え、降りるとこないの。あれあれが金星になったよ。俺は若さも途中でなんか、これは、お、泳げる？え、嘘。ちょっといろいろいけるやんか。ちょっと待って。いや、泳いで行ってまうがな。こんなん。さあ。あ、こっちには行かねえの。あ、こっちには行かねえの。あっちだけか。ちょっと行ってみようか。泳げるわけやし。な。絶対何かあるはずや。何もなかったら俺が承知せへんぞ。いや、俺が承知せへんけど別に、うん、まあ実際にな、何かあったら嬉しいかなっていう感じで。あ、ここなんかまた違うとこ来たわ。いや、戻ろう戻った方が身のためや。これは何かあるぞ。これ絶対ずっとなんか一文字かりそうやな。将軍とそんな気してきた。めっちゃなんかこんだけ行けるとこがあるってことはさ、絶対どこかで何かが変なことになるってことやな。まあ、先のことは分からんねんけどな。実際にさ、そうかなって思ってまうねん。やっぱなこんだけ行くところがあったらさ、さすがにこんだけ行くのから、ちょ、こっちやわ。間違えた。こっちやった。すまん、すまん。どこや？ここか。よし、じゃあ、登って。もう、そろそろ縄文行こう。いろいろ行き過ぎ。よし。ようやく、上行けるぜ。どうだ？こっちは、話しな。あとはここやね。お、なんかここにもいたよ、人。食べ重なるぞぜ、平気の蒸気か。将軍様、何を考えになるじゃ。駅員さんの故郷でも、あ、なんてね、感じやった。二世者かな、獣は。こんなものなのかね。そうなのかな、来たよ。来たよ。まだ来ていないみたいね。どうしよう、少し待とうか。そうね。あれ、何かしら、門の前で揉めてるわね。揉めてる？何が揉めてるって？御所です、お侍様。どうか取り次ぎを。やかましい、しつこいぞ。帰れ帰れ。しかし、あれは私の妻をさらったのは間違いなく忍者でございました。ええ人さらいには忍者が関係しているはず。どうかお調べください。ええ、しつこいと言うておろうが、今はデビルゴーレムに備えているのだ。そのようなサジに構っていられるか。大体忍者の方々は将軍家に仕えておるのだぞ。疑いを向ける余地はないわ。お主の目が節穴なのじゃ。そんな、なんだありゃ、人さらい？うっそうな話だけど、今の私たちにはどうにもできないわね。おう。あ、さやかが来たみたいだよ。皆さん、申し訳ありません。お待たせいたしました。大丈夫、今来たところだから。そうですか。で、将軍とのアポは取れたのかしら？ええ。ただ…どうぞ。いえ。何でもございません。え、何？なんか気になるかな。じゃあ、案内をお願いできるかしら。はい。時宗様がお待ちですので、どうぞお通りください。時宗様は、城の天守閣にある謁見の間でお待ちです。じゃあ、行きましょう、パツマ。あ、
よし、行きますか。自分のことが可愛いんやろ。要はそういうやつおるよな。なんかたまにさ、自分の立場をわけまいんとさ、自分が何者かも分かってないちゃうかっていうことがたまにね思うんやけど、俺の場合はほんまにさ、言ったっていうのはこういう自分のことしか頭にないやつは。ここは将軍様の和数がそそのないよりな。よし、わかりやした。自分でなんか軽いなって、ね、大丈夫か、軽いけど大丈夫か。アツマよりも軽いんちゃうか。じゃあそういう問題ちゃうか。ちょいと聞いてくれよ、将軍様の相手にって言うから。わざわざ遊郭から出向いたのに将軍様。何これ、なんて感じ。ここでの立場から相手になさって、お客様にもう帰れですって失礼しちゃうわ。かわいそう。なんかそれかわいそうで、何これ。あ、これ上に行けるのか。あ、そういうことか。何この合成さ、何この合成さやねん。ほんまこんないらんやろ。出るんやったらさ、もうちょっと市街地のことに恵まれよってよ。ほんま、お前らは地獄を出しやがって。どうだ、見事でやろ。桜は高貴の花、俺ら侍衆によって管理育成されてやる。みなりに倒らぬようにな。もう、分かったな。何が分かった。何どういうこと。どうしたらいいって。いろいろ行きたいけど、ちょっと待ってよって。え、なに、これ何言っちゃう。マジで一体これは何やろ。え、なにこれ。いや、相手もあった。来るもんやね。うん、8000 TV。 マジかー。で、この上に上がってきて、ってことは向こう側にも何かあるんじゃね。なあ、絶対何かあるやろ。で、あ、なんかこっちいた。誰これ。押すよね、心さえよう。まあ、なるほど。ということは、この下に下がっていけば。あ、ここないんかよ。しょうがない。こっちにも何かあるんじゃね。もしかしたら久しぶりのコアもらえる戦闘があるんじゃないかって思ってしまうよ。最近ね、なんか全然ないんだよね。ない、なんもないんかい。何もないんかい。ちょっと、あー、ここもう一回変し。何もないのに置くなよ、こういったギミックをよ。まあ、やるまないんかよ。もうこんなの入っていこうも、しょうがない。ほんまにしょうがない。それはここか。この先が将軍がいるところ。どうしてもらってもいいかな。さやか殿、この者たちは一体。ロンドンシティの王女カリン様のご一行です。おお、話は聞いております。時宗様がお待ちですので、どうぞお通りください。うん、ありがとう。じゃあ、この中入っていかせてもらいます。どうどう静まれ。俺、言ってみたい言葉の一つ。ほんまにね。で、なんかこの中にも何かあるんじゃないのって。何もないわな。さすがにないわな。まあな。
それはないかなって思うんだけど、こっち？こっち側？この先は我らが主、時様の、徳宗様のプライベートルームでございます。この位置かわいい。奥に広がるのは我らの徳宗様の愛と閲楽と秘密の花園。うわマジかやばいな。異国からのお客様といえど、通すことはできませんゆえ、どうぞお引き取りください。あ、このこの位置のゴーレムも欲しいな。めっちゃ。え、どこから出てきてんの？え、ちょっと待って。あ、こっち来たわ。全然知らん、わからんかったわ、はっきり。あのバカ面、オカマかな、オカマなあかんのか。絶対あずも失礼なこと言うよな。まあ、なんとなく分かってるよ、言いそうなこと。何この白いやつって。それやねんな、ほんまに。で、あ、ここか。あ、そうや、ここで。いましたね、デビルゴーレム。アイクイオバイスがね。なんか豪華な部屋だな。それは越見の間だもの。うひょ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 。か、金目のものがたくさんだ。ダメだ、ユウケ。こら、目を輝かせないで。将軍が来るわよ。時宗様の。おなりなに、わしが将軍時宗じゃ。してそち、ロンドンの姫じゃったかな。はい、お初にお目にかかります。私はロンドンシティ第16代国王カリバンが第一王女。おお、よいよい。名前なんぞ別に興味ないわ。腹立つな、こいつ。何しに参った。京都城にもデビルゴーレムが現れたと聞きまして、一つはその時の様子を伺いたかったこと、そしてロンドンシティと京都シティの協力体制を整え、共にデビルゴーレムに当たるべく。うわっ、くしゃい。カリン、ちょっと拒否反応出てるよ。はっ、釣り紙をお持ちいたしました。チーンなさいませ。うん。ややこんなやつ。なんだったかの。ですから、デビルゴーレムか。おお、その話か。まったく厄介事を増やしてくれたものじゃの。は？各シティは代々デビルゴーレムを封じることを務めとしてきた。それが遠征を使いこなすこともできず、ロンドンシティは壊滅一歩手前まで行ったそうではないか。我がシティのデビルゴーレム最小はきっちり管理されておるから、暴走など考えられんな。それはクイーン・オブ・アイスを止めるため。カリバン王も暴力したということかの。その上、後継者がこの小娘ではな。こいつ一番腹立つタイプや。自らのシティも救えず、後継ぎも育てられずでは、とんだ負け犬じゃの。お前に言われたからやし。カリン様、どうかここは。分かってる、分かってるけど。なんじゃその目。こんなシティ滅びちまえ。滅びして滅んでしまえ。いえ、何も。ま、そちのところと違い、我が京都は何があろうと安泰じゃ。軍備を整えるために税もガツンと上げたし、徴兵もバリバリと行っておるしな。そんなことしても無駄やけどね。え、なんじゃさやか。いえ、何でもございませぬ。うん、なら黙っとれ、このグズが。まあともかく京都シティは安泰じゃ。それに宰相がよみがえれば、あんな氷のデビルゴーレム謎は。宰相がよみがえれば。おい、白たぬき、
最初で蘇ればってどういうことだ。なんじゃこの無礼な小僧は。そち謎に最初のことを語る義理はないわ。さやか、何故このような無礼者を連れてまいった。それは、全く本当にそちは役立たずじゃの。お前の方は役立たずじゃ。それ言いたいわ。そちの父親もちっとも役に立たず、文句ばかり言ってしまいには出奔しおるし、全く役立たずの一族が。おい、てめえさっきから聞いてれば。おやめください、アツマ殿。でも私のことならば良いのです。なんじゃなんじゃ、何をごにゃごにゃ言うておる。なんかこいつ腹立つわ。なんかあとペシーンって叩いて叩きたいぐらいは。まったく不愉快な奴らだ。ロンドンの姫の一行でなければ手打ちにしておるところだぞ。目障りじゃ、ここから出て行け。いや、お前が出て行け。向こかな。なりません、カリン様。わかりました。ではこれで失礼いたします。おお、帰れ帰れ、さっさと帰るがよい。ほんま腹立つやつやな。ムカムカしてそうやな、こいつらで。なってムカつくやつなの。わかるそれ。ほんと、私なんて途中で銃をぶっ放しかけたわ。マジかよ。それに自分の家臣に向かってあの態度って、さやかさんがかわいそうだわ。って、あれ、さやかさんはまだ中だ。ほう、何してるんだろう。さあね、あの白タヌキをぶった切ってるんじゃないかしら。いや、それはないと思うやろ。戻ってきたみたいよ。皆さん申し訳ありません。時宗様は興奮すると少し。興奮するととか関係ないと思うけど。そうやな。そうね。申し訳ございません。ところでカリン様、結局修験場のこと聞かずじまいだったのか。あ、本当だわ。修験場に入るための許可をもらわないといけないんだった。そのことですが、今ちょうど伺ってきたところです。あ、本当に？さやかさん偉い。で、なんて？知るか、好きにせよ。好きにせよ。そう。修験場に入るための鍵は京都シティにあるお寺の中に安置されているそうです。はあ、それって勝手に取ってもいいのかな。好きにせよって言ってるんだから、いいに決まってるじゃない。そうそう。で、その寺とはどこにあるのだ。寺は京都シティの大通りから南の方へ伸びる脇道に入ったところにございます。ご案内できればよいのですが、あいにく私は時宗様の好物の白玉きなこ宇治フラッペを購入してくるようにと仰せつかっておりますゆえ。何それ。なんかあんまり美味しくなさそうな響きやけど。これにて失礼を。行っちゃった。ねえライガ、何でしょう。去り際のさやかさんのあの目を見た。家臣にあんな悲しい目をさせるなんて、今の将軍最低だと思う。御意。御意ではない、御意ではないよ、そこ。うん、御意ではない、もっと他に言葉あるはず。そうですな、みたいな。そんな感じの言葉があってもいいと思うんやけど、なんで行為な。まったく、どいつもこいつも役立たずばかりじゃ。お前が一番役立たずじゃわ。みんなわしの足を引っ張りおって。いや、お前が一番足引っ張ってんぞ、締めんのな。わしのことを理解してくれるのは最初お主だけじゃ。エーテルがたまったら蘇らせてやるからな。蘇らせてやるとはなんか知らんやろな、こいつ。その時は魔導器も隠し場所から取り出さねばな。時宗様。誰じゃ。驚かせてしまいました。おぼろ。え、あれ、おぼろ。え、なんじゃ、おぼろか。
脅かすな。時宗さん、あの者たちが修験場に行くことを許したと聞きました。うん、それが何じゃ。よろしいのですか。修験場の頂上に最小の社があるのですぞ。はっ、そうかそうじゃったな。わしとしたことが抜かったわ。ムノムタがおぼろ、ナイス。ん、何か言うたか。 いえ、それより奴らの始末、拙者に任せていただいてもよろしいですか。おう、任せた、よしなにな。そうおっしゃられると、すでに手の物を向かわせております。では、これで。いや、無理やろな。アスマの右腕にかかったら、どんなゴーレムであろうとも人間であろうとも。とにかく今はさやかさんのこと気に病んでいても仕方がないわ。修験場へ行くためにお寺に鍵を取りに行きましょう。寺は大通りから南に入ったところにあるということでしたな。うん、じゃあ行こうか。うん、じゃあ行こう。よし、じゃあ行こう。何しても本部将軍嫌いやわ。あんなさ、市民がおるからこそ、そういったな、こういったさ、将軍様というものもね、おるわけなんですよ。それをね、あの将軍は間違えてる。はっきり言ってね、あの将軍マジで役に立たな。ムロムロブタガって言ってましたけどね、おもろが。そうやな、思ったわ、ほんま俺も。おもろナイスやな、ほんまね。ムロムロブタガ。あれは面白い。俺はほんまに、笑ってしまうな。うん、笑ってしまうというか、共感めっちゃするわ。じゃあ行きますかね。といったところなんですけども、ちょっと今回はね、もうこれぐらいで終わりにしましょうかね。いろいろ進んだし、ストーリーもね。じゃあ市街地に出てから終わりにしましょう。何か起こらんかなって思ってもらうからね、ストーリーが。たまにね、それで取り寄せていくと、ないしね。じゃあ次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。